お父さんは今お父さんは今まゆちゃんお父さんから電話がかかってきたよお仕事で遅くなるってええー、今日はお父さんが絵本を読んでくれるって約束したのにお父さんごめんねって言ってたよ お父さんたら約束したのにお父さんは今どこにいるのかなお父さんは今会社でお仕事してるもうじきお仕事はおしまいほらお父さんは今電車に乗った駅を出たら長い商店街お父さんは今ちょっとだけ立ち止まる 薬屋さんの前のカエルくんに挨拶するために <laughs> お父さんは今川沿いの道を歩いてる川にはカッパのガタロウが住んでるんだよガタロウに捕まるともうお家には帰れない川底のカッパの国に連れてかれちゃうんだあお父さん大変ガタロウだよ お父さんは今夜の町を走ってる。ガタロウはとても足が速い。だからお父さんは一生懸命走ってる。お父さんは今橋を渡り <laughs> 坂道を上りマンホールを飛び越えあ,あ行き止まりだ。 でも大丈夫。カバンの中から傘を出し、ヒューお父さんは今、空に舞い上がる。うん、わあ、風が強くなったよ。お父さん、どこに行っちゃうのああ、よかった。お父さんは今、公園の滑り台に着地。もうすぐお家だよ。 お父さんは今階段を上ってる遅くなっちゃったから急いで上ってる上って上って一番上の5階まで上って「おかえりなさい」わあびっくりしたよくわかったねただいま。